鈴木が水川大好きというわけで、サノッチさんです今回の主役新潟のラストサムライことサノッチだ。3、2、スタート。おそろりおそろり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 マックさん乗りまーす。マックス鈴木さん入りまーす。どいてどいて。どうも、マックス鈴木です。私は本日河原に来て今から佐野内さんと一緒にスイカの絵やるよ。どうも、日本で初めて、いや世界で初めてジンベエをビーズスタイルで履いた男、マックス鈴木です。おー、私は本日川に来ております。そう、なんで川に来ているか。男が女を求めるように、そう、草木が水を求めるように、あの道端のタンポポが太陽を求めるように、そう、マックス鈴木がスイカが大好き。スイカを求めていた。関係ない、関係ない。はい、というわけでスイカ割りやります。ということで、スイカといえば、やっぱりあの伝説の志村けんさん、早く食べたら、食べてたんじゃないですか。今ちょっと噛みましたよ。いっぱい噛んだ。今日いっぱい噛むからな。噛むのが悪いこと誰が決めたんだよ。お前の時間と俺の時間の長さ一緒、もうせいでいい。はい、というわけで佐野内さんです。紹介の仕方、新潟のラストサムライこと佐野内さん。はいはいはい、はい、ちょっと佐野内さん、うるさい。それで、あのあれなんですよ、改めまして、あの実はですね、昨日あのチーム E の深い池袋で会ったんですけども、リニューラーしかないじゃん今日。チーム E のリーダーなんですよ、この人。うっす。で、佐野内さんなんで、やっぱ早食いがね、牛丼をね、最速で食っちゃいますから、回転しちゃいますから、牛丼さんを。なんで、今日は佐野内さんゲストをお迎えして、スイカポンする、どっちが早く食べれる、勝負、それでいいじゃないか、いいじゃないか。そういう感じです。佐野さん、なんか告知とかありますか。告知ですか。はい、12月1日、チーム E、大阪府決定。場所は丸中さんだ。ね、これから募集、ツイート出すんで、出たら、なんで？ああ、なんで？ああ、なんでまんざらでもない。ああ、気持ちいい。わかんねえ。やべえ、俺全然わかんねえこの感じ。そうだ。じゃあ僕のレッツアートにいいティングだね。はい。はい、じゃあ行きます。そんな気合い入れる気が。あレッツ！いいティング。侍、ミスター牛丼マンこと佐野内さんと早食い対決したと思います。で、これ8等分したんですね。8等分したものがこう全部載ってます。なんでこれは4個ずつで、早食いの、どっちが早いかっていうのを競う感じ、たどたどしいそんな感じでございます、はい、あと残りの補足は佐野内さんからどうぞ。補足、はい、とにかく先に食ったやつの勝ちと。シンプル、あ、シンプル、それだけ、うん、時は来た、それだけ、それだけ、もう言うことはね、それだけ。よいよいよ、何何、アホ面下げてカメラ見てんだ、耳の穴カッポチって俺のライムよく聞いとけ。終わりかい。やべ、急にすっげえ緊張してきた。僕もちょっとドキドキした。この緊張感っていいですか、戦いの前の。この残り具合とかでどんな感じですか。大体そうそうそう、あー、え、かわいい、かわいい、皮も食べる。違う、それ無理じゃない。今あの方何を なんか言った、言うて、なんか言ったよね。あのゴリマッチョさん何をしたごめん。大丈夫ですか。ごめん、ゴリさん。ごめん、食べ終わった後ちょっと考えますか。ジャッジしましょう。あ、じゃあ食べてこれパッてやった時に OK だったらいいですか。何でもちょっと白いの見てたら嬉しいですね。ですね、うん。あとは真剣勝負なんで、まあ、食べ方とかはまあそんなに、はい、とにかく早いやつが勝つっていうシンプルなやつでいきましょう。ちょっとお見苦しいシーンになるかもしれないんですけれども、ご容赦いただいて、真剣勝負なんで、すいません。はい、以上です。いきましょう。よい子は真似しないでね。3、2、1、スタート。かへえな。
開幕祭1個の完食。楽しさも頑張って作るな。さあ、さあ、うん。めっちゃ落としてんだよな。これね、結構種もありますからね。食べづらいっちゃ食べづらいでしょうね。これ大体1玉取りぐらいですか。4キロオーバー。4キロオーバー、じゃああれか、1人2キロぐらいか。そうだったらね。うん。サボットすげえこぼしてんだよ。OK です、OK です。全然 OK です。全然 OK です。さあ、さあ1個目、完食で、マックさん2個目。おぉ、折り返しですね。あ、これ結構難しいんじゃない？食べづらそう。すげえ食べづらそう。めてパンツだパンツだチンパンチみたいになってる。もうチンパンチみたいになってるよ。でも早いんだよね。早い早い。あ、でもそもそも追いついてきてる。どん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 。うん、はい、マックさん3つ目出そう。そのさ、そのさ、食べてる量で言ったらマックさんより1個多いですけど、あの、落としてる量で言ったらマックさんより多いです。あれの？あれ？お、お、なんだ？なんだよ。笑いを捉えるって。笑って、笑たまんねえじゃん。楽しさもそれに釣られちゃってんもん。まあでも2キロですからね。2キロこのスピードで行くってのは相当速いと思うんですけど。おー、楽しさ速い。楽しさ3つ目。はい、マックさん終了。早っ。4つ完食。ですね。あ、でも楽しさまだ食べてる。あの、志村けんさんみたいには絶対無理ですね、これ。あれ、相当早いっすね。いや、やばいっす、やばいっす、やばいっす。あれより、太いから。あ、そっか、太さが、うん、あとね、めちゃくちゃうまい。もうガチ甘っす。1個余ってる。1個余ってる。今もう一度だ。いいですか。食べるかい。食べるかい。しかも食べてるいいじゃん。すげえな。はい、こっきりね、完食。楽しさ。楽しさ。笑いのツボは何だったんですか。いや、あの、低いに耐えない音で僕がむせたんですよ。ポコみたいな。なんか、それが笑うから、俺もつられて、なんか、で、つられると余計、あの、順番がおかしくなるから、飲むとか噛むとかの、それでまた余計、バコってなるから、それでまた笑うから、もう、どんどんおかしなことになってくるんですよ、ここが、本当に。いやー、マジつらかった、あれ。お食事中の方、失礼いたしました。失礼しました、本当に。まあ、でも、真剣勝負なんでね。楽しさも言うてね、1キロ以上余裕で食べてるわけですから。これは本当に、本当にもう飲み込む力に尽きると思いますね。この早く食べるコツっていうのは、とにかくもうこれでいいんだよ。早く飲み込むって感じ。これは、あの、ちょっとグッとやればジュッて潰れるから、やっぱ飲み、いかに飲み込めるかだと思います。でもこれ絶対夏祭りやったら盛り上がると思う。いや、盛り上がるっすよ。で、ちょっとこれ分厚いから、もっとこれ半分ぐらいにしたら早さも、普通の人でも食べれるから。で、ちゃんと大人が見てる状態の中で、もしお子様とかの場合、はいはい、ある程度のやつ守ってやれば、これ普通に楽しいと思います。あと、マックさん、さっき思ったんですけど、それすげえチンパンジーに似てるんですよね、そのポージング。これ、あの、おもらししちゃうな。イエーイ！そうっす！俺、こんなきついと思わなかった、これ。いや、ですよね。ぶっちゃけ、ほんと秒で終わると思ったんですよ。マジで思った、マジで思った。1分とか、その
クラスのあれなんじゃないかなとか、あのシャーで考えてたから、もうシャーじゃん、もうブーみたいな、リアル、ほんとそういう感じだった。はい、というわけで本日お付き合いいただきありがとうございました。いえ、こちらこそ楽しかった、めっちゃ楽しかったです、マジで。この夏祭りの日本の夏を楽しむサムライティングエンジョイ、もうこれでちょっと終わりなんですけれども、今日はいかがだったですか。いや、本当にマックス鈴木さん単体と、あとチーム E、それから今日初めて参加させてもらったこのサムライティングさんの、このもう本当にそれぞれの雰囲気があって、で本当になんて言うんだろう、すごい和やかな、いい雰囲気の、撮影クルーさんと、本当にまたちょっと来させてもらおうかなって普通に思える、はい、楽しいチームです、本当こっちも。おお、はい、楽しさの準レギュラーが確定しました確定しました昨日本当に今日やった流しそうめん、あとは釣り、あとこのスイカ割り、川遊びとかもそうなんですけども、この日本のね、四季の今夏の中でのくくりでの遊びで、多分これ秋は秋でまた違う日本の遊びがあると思うんですよ、エンジョイで、冬は冬であると思いますし、それこそ冬なんてあれですよね、楽しさの地元の上越なんて面白いと思うんですよ。いいじゃないですか、雪がね、雪国で、春は春でまた桜があったりなんだりと、こういうなんかちょっとエンジョイではね、よりこの季節感のある遊びとか食べ物とか、なんかこうやってアピールね、なんか最後なんで、ね、いやもうすごく本当に、あとお願いします。何が急にそこは、ここはあなたでしょ、ねえ、もう本当にこういう人だからね。まあ本当にね、サムライイーティングさん、これからね、見続けていってほしいなと、本当に多分ね、一人一人が、撮影クルー一人一人が面白いことを考えて、本当に子供な大人だよね、うん、そういう人たちが揃ってるんで、多分ハマるチャンネルになってくるんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、はい、僕もちょいちょい出させてもらいます、また。イエーイ、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、佐野内さん、最終ですけども、改めて告知などあれば。告知ですか、はい、また同じやつにしておきます。何でもいいです、改めて。ご自身のチャンネルとかでもあれですし、何でも。なるほど。私ね、新潟県上越市高田というところでですね、飲み屋さんをやっております。お、はい、お、ぜひね、可愛い女の子揃えておりますので、ここの撮影スタッフもね、1割増しで、招きますんで。お店の名前とか、一応その、まあ、キャバクラチックなところは公表してないので、ぜひ来たい方は直接 Twitter とかから連絡いただければと思いますが、もう一つね、バーがあって、そっちがブレアという名前でやっておりますんで、ブレア、はい、よろしくお願いします。お願いします。概要欄に貼っておくので。あ、ありがとうございます。あと配信系は何か。配信系は、まあ、僕も一応 YouTube やらせていただいたり、ニコ生やったり、最近ではポコチャというなんか新しい配信サイトもやり始めたり、まあ、いろんなところでやってるんで、とにかくもし僕をね、どっか見つけたいなと思ったら、サノッチと、分かりやすく、ネズッチじゃないですよ、サノッチですよ、はい、それで検索お願いします。なんで自分で振ったんすか、今。え、誰かしら。じゃあ、分かりました。じゃあ最後、追加でなんかちょっと一つ謎かけお願いします。追加とかけて、なんとかと動くみたいな。はい、整いました。お願いします。スイカとかけまして、はい、関東の移動届きます。お、その心は。初めてスイカを使いました。いや、うまい。バイバイ、よろしくね。バイバイ、これからもよろしくね。今のところはコメント控えて見捨てないでね。Thank you.
一発で当てた。一発でね。てかちっちゃくね。どういうこと？何持ってんすか。ちょっと。え、でもすごくない？でも逆にすごい。はい、ではスイカ割り。まずはマックス鈴木さんに回ってもらいます。はい。はい、五。じゃあこれが。はい、どうぞ。スタートは、そうですね、この辺、ここがいいですね。あ、いいっす、いいです。お願いします。では、参る。行くんだ。そろり、あ、そろり、そろ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 り、あ、そろり、そろり、そろり、そろそろそろ、いざね。何これ。